スピリット航空は全米的な定期便及びチャーター便を運航しているアメリカ合衆国の格安航空会社であるフロリダ州のミラマー市に本部を置いている機内市はスコヨーライツがあるスピリット航空はアトランティックシティ、ラスベガス及びバハマを目的地とした娯楽のための旅行パッケージを提供するチャーターツアーの運航者としてデトロイトを本拠地に チャーターワンとして1980年に設立された。1990年にチャーターワンはボストン及びロードアイランド州プロビデンスからアトランティックシティまで定期運行が開始された。1992年5月29日にチャーターワンは機材にジェット機を購入、スピリット航空へ名称を変更し、デトロイトからアトランティックシティまでのサービスを開始した。 1993年4月にスピリット航空はフロリダ州への定期便運航を始めた。次の5年間、この航空会社はデトロイトからのサービスを増加させ、サウスカロライナ州マートルビーチ、ロサンゼルス及びニューヨークという新しい市場に進出し、事業の幅を広げた。スピリット航空はミシガン州イーストポイントからフロリダ州ミラマーシへ移動して、 1999年12月に、この会社の本拠地を移転した。拡張は、ロサンゼルスへの大陸横断路線である、シカゴ市場を加え続けた。2001年11月に、この会社は、サンファン、プエルトリコへのサービスを開始し、ウェブサイト及び、電話予約を含む完全に統合されたスペイン語、カスタマーサービス計画を実施した。2002年に、 スピリット航空は、デンバー、コロ、およびラスベガスへの新しいサービスをはじめ現在の市場の多くへのサービスを拡張した。2003年の秋に、この会社はアメリカ同時多発テロ事件後に休止したワシントン DC のロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港への路線を再び開始し、メキシコ連邦管軍へのサービスを始めた。2002年9月に、 スピリット航空は高知クラスをアップグレードしたスピリットプラスを導入した。幅36インチのシート、専用チェックインカウンター、優先登場、および無料カクテルおよびスナックを特徴としているスピリットプラスは改良されたサービスを乗客に提供する。2004年にスピリット航空は高い運行原価を理由にコロラド州デンバーへのサービスを廃止した。 カリブ及び中央並びに南アメリカを含む拡張計画を発表したこの航空会社はこのネットワークのためにサントドミンゴおよびプロビデンスを追加した2005年にスピリット航空はカリブ及びバハマ内に多数の路線を加える最大な拡張の試みを立ち上げた2006年2月この地域内の休暇用路線のスピリット航空のポートフォリオは 総計中であると見込まれる。この航空会社はまた2006年にグランドケーマン及びメキシコシティへのサービスを始める計画である。また11月10日にはバハマとニューヨークとオーランドとの直行便をタンパとカンクンを結ぶ便とそれぞれ就航。2006年サンフランシスコへの便も新たに就航した。2010年8月より機内持ち込みの手荷物に対しても 追加料金を取ると発表した。2017年5月、パイロット不足が表面化し、1週間で300便が欠航。約2万人の乗客に影響が出る事態となった。会社側は、労働組合による違法な退業が原因として、アメリカ連邦裁判所に訴えを起こしている。マナグアさんホセパナマヤバス A319。 ポートローダーデールハリウッド国際空港を離陸するエアバス A321 この航空会社が新しいエアバス機の引き渡しを受けるごとに MD-80 型シリーズは引退することとなる2006年末にはすべてエアバス機材で運航を行うことにしているスピリット航空のシートピッチは一般航空会社のエコノミークラスよりも数インチ狭い28インチとなっている ありがとうございます。